2024年鹿児島県知事選では、現職の塩田浩一さんには投票しません。その理由を述べます。塩田知事は2020年の県知事選で、仙台原発の運転延長について、必要に応じて、県民の意向を把握するため、県民投票を実施すると公約に掲げ、見事、当選されました。県ホームページに掲載されているマニフェストに、脱原発への対応でも、仙台原発に対する基本的考えとして、1号機、2号機の20年延長については、必要に応じて、県民の意向を把握するため、県民投票を実施しますとしています。しかし、塩田知事は、公約を微妙に修正しながら、原発に関する県の専門委員会の意見が集約されず、民意を把握する手段として、最も適切と判断した場合に実施するという表現に変えてきました。その後、2023年5月26日に専門委員会から報告書を受け取ると、塩田知事は記者からのぶら下がり取材を受け、意見集約がなされているとして、県民投票を行わない意向を示しました。私は、塩田知事の県民投票の公約に関する表現の変化は、ずるいと思いました。塩田知事は、必要に応じてという条件付きの公約であったと言い訳しますが、そのような意味合いを県知事選の段階で県民が理解することは困難です。また、必要に応じてという条件であったとすれば、県民投票を求める署名が、法定数を大幅に上回ったという事実は、塩田知事が条件を付していた、必要に応じてに十分に該当するはずです。県民投票の実施は、仙台原発の運転延長を、知事、議会が決定するということではありません。県民の声をまず聞いてから、知事と議会で、よく審議してほしい。その上で、県民のためになる決定を議会で行ってほしいということです。要は、地方自治における民主主義を、知事、議会が自ら実践してほしいということだけです。地方自治は民主主義の学校と言われます。住民自らに関係のある身近な問題について地域の特性に応じて処理されるべき事務はそこに居住し生活する住民の意思に基づいて決定されるべきという考え方が重要であると憲法学者の長谷部康夫さんも述べています。県民投票を実施するという公約を投げ捨てた塩田知事、このような公約破りの知事の再選を許してはなりません。